はい、皆さんお集まりいただきありがとうございます。はい、皆さんここはどこかご存知でしょうか。せーの、クレイジーフェア。取ってき屋さんね。はい、取ってき屋さんですね。オルタナでもよく登場しているクレーンゲームの取ってき屋さんです。はい、そうなんですよね。ここに本当に毎週ぐらい来てます。はい、それぐらいヘビーに利用させてもらってるお店なんですけど、はい、皆さんに今からここで対決をしてもらいます。怖いよ。怖いよ。怖いけどめっちゃ怖い顔してたよ。怖いよの言い方って。はい、ちょっとね、今から2チームに分かれて、はい、5000円でどっちのチームの方が重く重い量、そう、重さを競うっていう、うん、ごめんなさい、どっちの方がクレーンゲームで取れた景品の重さごと、ムムはもう一回やらせて。はい、どっちの方が景品を多く取れるか、その重さを競っていただきます。はい、じゃあグーパーしましょうか。はい、まあでもこれ多い方が有利ってわけでもないですもんね、別に。まあ、確かに確かに。そうですね、金額は5000円。5000円、5000円なんで。オッケー、せーの、3、はい、グーパー。地元で過ぎ、全員の地元で過ぎ。バラバラなのよ、地元が。押し通すな。オッケー、はい、綺麗に分かれました。こっちが内藤チームで、こっちが、ケントゥーチームと。俺でやった。やられた。登録者多い順ですから。ケントゥーですよね、それはね。で、ヤザキングはこのケントゥーチームに入ります。じゃあなんか負けた方は何かしますか。確かに。あ、じゃあ景品全部総取りできる。お、いいっすね。そうしよう。はい、1万円分だったら結構なるよね。確かに確かに。じゃあ皆さんでクレーンゲーム富豪を目指して頑張るでしょー。てことで、はい、作戦会議どうする。なんかあります。奥くんが一番来てるよね。来てますね。ね、重いものはだいたい3つ。うん、1個は野菜。野菜のクレーンゲームが向こうのコーナーにあるんで、それは確認してみたい。はい、だってもう1個は水分を含んでる食品。あ、確かに。だからここのカレーとかご飯、うん、で3つ目がメタリックな商品。うん、あ、いや、もう勝ちを取りに行きましょう。多分あっちは、多分ひいこさんとあいりは欲しいものを取ると思うんです。で、内藤さん優しいから、多分あの勝ちいけないんですよ、多分。そう、もうふわふわして軽いものばっかり取ってるから。確かに。でも欲しいもの取っても勝てないともらえないんで。じゃあちょっと野菜気になるんで、野菜から。じゃあ野菜からいきますか。はい、はい、イエーイ。ということで、はい、こっちはですね、まあ、3人チームなんですけど、はいはい、その分やれる回数が増えるんですよ。確かに確かに。だから経験値が増えるんで有利です。はい、うん、じゃあまず俺大体どの台があるか分かるんで、あ、そっか、2人やりたい台ちょっとやってください。で、どの台でも最後には取れるんで。頼もしい。じゃあちょっともう2人純粋に取りたい景品とかやりたい台ちょっと探してやりましょう。はい、まだ。さあ、もういいよ、何でも欲しい景品。え、でもヒーコ1個狙ってるのあるんですよ。あ、それ行こう。あ、そう、分かんないんですけど、うん、あのキノピオ。キノピオ、オッケー。あった、ピノキオ。これが欲しいと。可愛いよ、マジで。これはですね、もう一度やり始めたら途中でもうやめずに取らないと、つぎ込んだお金が全部無駄になっちゃうんで。ハイエナされちゃう。そう。え、さっき取ってる人いた？いました。だからこの後だと、直後だと結構金額つぎ込まないといけない可能性もある。もしかしたら最後の方にやってもいいかもしれない。あ、なるほど。まあ、その間に取られちゃう可能性もあるけど、一旦捨てていいかもしれない。はい、わかりました。よし。ありました。え、なになに。じゃーん。でかい。これでかい。これでかくね。そうで、しかも、まあ、うん、野菜取りやすいんですよ。100円か200円で多分取れると思うんで。じゃあまずケントゥーからやってみる。やってみます。はい、いきますわ。なんで、で、これケントゥー重い方いこう。太い方。こっち、うん、こっちの方がいいっすよね、太い方が。じゃあいってみますわ。いってみる。ちょっとこっち目で。でもこれむずい。どんぐらい戻ってくるんだろう。どんぐらい？めちゃくちゃ奥やん。そっか、この開いたとこも考える。でも来い、そのままいける。いけ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 。おー、おー、
とギリギリでやったらできる。あ、これはね、だいいよ。200円で取れたらだいぶ重いから。あ、なるほどね。うん、いい感じじゃない。いい感じ、いい感じ。いいんじゃない、いいんじゃない。おお、すごい。やったー。うわ、え、こんな簡単に取れるの？どう、重くない？これ結構超でかいね。これはしかも、だって次向こうチーム来てもこの細いのしかないから。確かに、これは当たりかもしれない。さあ、ということで上がってきました。こちらですね、じゃじゃん、もったいないキャッチャーっていうんですか。はいはいはい。で、これ食料品とかが賞味期限ね、間近だったりするものが今日取れやすくなってます。すごい。で、食料品でも重いのがね、あったりするんですよ。あー、なるほどですね。例えばですね、こちら、プルコギのタレ。最高じゃん。これとかね、もう1キロぐらいの重さあります。なるほど。で、これね、前取ったんだけど、まあまあね、取りやすいから挑戦してもらいます。まっすぐぐらいで、はいはいはい、こんぐらい。なるほど。ギリギリ当たるか当たんないかぐらいの。え、当たりすぎじゃないですか。あれあ、ちょっと、これが悪い見本ね。あ、悪い見本。悪い見本をあえて見せました。なるほど。すいません、もう一回、もう一回だけやらせてください。もっと後ろでいいんだね。だちょっと飲む。あれ、もっと後ろ。あれ、内藤さん。ねえ、ちょっと待って、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 内藤さん、待ってよ、ねえ。あれ、ちょっと、内藤さん、やってみる。やってみようか、早速。ちょっと行き過ぎた。あ、え、むずい。あらら、ちょっと、ダメじゃない。あ、うまい、うまい。さあ、これでどれくらい動くか。ちょっと押し出せるか。おー、いいね、いいね、いいね。ナイス、ナイスプレー。これで徐々にちょっと前に出していきましょう。はい。内藤さん。あー、後ろやったね。内藤さん、内藤さんの判断。今、いくらですか。700円。撤退しよう。やめましょう。撤退。じゃあちょっと確実に取れやすいやつから。はい。これ佐藤の番は、まあ、大体ね、300以内で取れたら、まあいいから。あ、うん。よし、行け、アイリー。じゃあ、行きます。はい。お、いいんじゃない。あ、ちょっと、ちょっと。でもギリギリ入るんじゃない。うーん。あ、いた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 。おー、いいね、いいね、いいね。動いてる、動いてる。あれは、ちょっとあれかな。奥？もうちょっと奥ですか。でも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 。お、いいよ、いいよ、いいよ。めっちゃうまいじゃん。いいよ。ナイス！記念すべき一つゲット。やったー！佐藤のご飯。よし、この調子で通ってみましょう。はい。はい、矢崎くんの挑戦です。はい。結構これブラブラする。うん。これの幅ぐらいなんですよね。めちゃくちゃすごい。あ、似合うな。農家の人、農家の人じゃん。やめてくれ、やめてください。ジョリジョリの肌でするのやめてください、リンゴ。はい、チントモ。うわ、やば、小学生ぶりぐらいの。え、どんくらい、行き過ぎ。OK、 あ、行き過ぎかな。いや、まあちょっと行き過ぎかな。いける。さあ、転がってこい。まあ、いけ、いけ、まあまあ、一発で取れなくても。あ、あ、お、いいよ、いいよ、よし、よし、よし。あれか、超うまいよ。やった、いい感じだね。一番いい。やったー。え、やば、めっちゃ嬉しい。今ゲットー。どうすか、重さは。ちょい軽かも。いや、でももうね、結構。いや、これやばいね。わかんないけど、重さの感覚。おー、絶対勝ちじゃん。いい感じ、いい感じ。これ見て、めちゃくちゃでかい。なんか、トンカンみたいなやつかな。うん、でかいね。でかいですね。で、それ左側の方がでかいと思うんで、左側狙って。確かに、確かに。ちょっと、オルタナで鍛えられた僕のクレーンゲームスキル見せつけますよ。うわ、じゃあ行きます。はい、開きます。いけるか。やばい、ずれてる。あー、あ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 と、あ、あと、一個じゃない。なんかトゥルってなった。うん、トゥルってなった。あー、そう。やばい。なんか転がらなくない。うん、確かに転がらないかも。なるほどね。いい感じ。あ、いい感じじゃない、めっちゃ来い。あ、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 惜しい、惜しい。じゃあ、あと1回転で。あと1回、あと1回。来い。やばい。これいけるんじゃない。あ、これ、ね、何、もしかしてこの、あ、じゃあ玉ねぎ、これはね、一発で取れるんで。うわ、もう確実にいきます。いけ。
ます。あ、じゃがいも？これ。じゃがいもです。おお。あ、あ、すごい。おお。ということで、600円のじゃがいもでーす。イエーイ。お祭りのじゃがバターぐらい。さあ、はい、次はこちら。どうします？はい。焼きネギなめたけ、これですね、まあ、重さは確実にある、うん、あれで、スタッフさん曰くうまくいけばコロッと1回の可能性もあると、うんうん、ちょっとヒーコの1回見て続けるかどうか、わかりました。ヒーコ姉さん、慎重。やばい、手前すぎたわ。いやいやいや、うん、まあまあいいんじゃない、頑張れ頑張れ。あ、あ、え、いいんじゃない、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、すごい、いいよ、すごくない、なんか来た、なんか後ろ来た、やばい、狙われてる、やばいやばいやばい、入れたじゃん、取れ取れ取れ、うわ、ビンだビンだビンだビン、ビン、やばい、見られた、やばいやばいやばい、すっげー見てるビンのこと、やばい、めっちゃ見てる、これ失敗したら次俺らやるから、私たち失敗したいんで、はい、いや、ヒーコ行きましょう、ヒーコ行きましょう、ヒーコ失敗したら俺らやるから、後ろ持ち上げる感じで、もう後ろでいいですか、後ろで大丈夫、はい、めっちゃ見てめっちゃ見てる、やばいやばい、プレッシャーに負けんな、周りにすごい人が、プレッシャーかけましょう、素晴らしい、あんた素晴らしい、いいよいいよ、あんたのプレー素晴らしいよ、おめでとう、惜しい惜しい惜しい、ちょ、俺らも一回入れちゃうぜ、守れ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 、いや、これね、ヒーコすごい、うん、ちょっとさっきよりも手前側、頑張れ、いけるいける、ほら、俺たちの後もう、あいつも多分諦めるから、うん、その後ね、興味ない顔しといて、確かに確かに、うん、どんぐらい押せるんだろうね、これで、確かに、ピクトンめっちゃむずそうだよ、これ、うわ、超むずそう、やめとく、ギリギリ狙わないと、お、いい感じじゃん、すごい、滑るから、そうか、ダウン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 、ほら、あと行けそうじゃん、最高、ちょっとちょっと、多分あと2、3回できると思うんですね、あとちょっと、うん、おー、どうだ、滑るんです、来るんじゃない、来るんじゃない、おやばい、さすがやばい、さすがこれはいい、巻き返した、これで、めちゃくちゃ重い、めちゃくちゃ重い、うわ、めっちゃ重い、そんなわけないえぇーえぇーあ、すっげぇ、大アイス、はい、しかもね、これもったいないキャッチャーって言って、うん、賞味期限が近いんですよ、近いとかちょっと過ぎてたりするの、そうなんだ、そう、いや、めっちゃいいんじゃない、ワンパンか、おぉ、やったー、やばい、すごい、うん、やったー、流れ来てるよ、やばい、あ、すごい、結構重い、結構重いかも、いきますか、うん、はいよ、はい、うん、いいんじゃん、いいんじゃん、おぉ、いけそう、いけそう、いけるか、やばい、いけそう、人参ゲット、移動してきてよかったですね、良くなります、え、あと500円、やばい、全部人参で取れる、人参でよし、こんな技があるんですか、よしよしよし、重さ稼いだ、人参でランクで、あともう全部一発で稼いだ、確かに全部一発で、あと4本頼む、マジコロ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 、いけ、あー、すごい、かけ、頼む頼む、やったやったえ、内藤さん、うん、これ、あの、内藤さんですかね、さようでございます、アンバサダー内藤、すごい、俺様チャンネルここにおります、100円どうしよう、いやでもこれ、100円は無理な、ちょっと無理か、なんか下の角につくとかで、運試しでやってみる、テーマどうでしょうか、じゃあもう最後ヤザキングが運試しで、はい、やりたくて始めた企画ですから、そうですね、はい、やりましょう、行きましょう、ちなみにチントモは何か欲しいキャラクターとかいる、私でも、あ、クマがいいな、クマ、クマ、じゃあクマのもので最後絶対に取ったるから、やった、かっこいいよね、これ取ったら、見てこれクマ、あ、かわいい、めちゃくちゃ可愛い、めっちゃでかい、ね、しかも結構重量もありそうだしね、うん、それを最後の100円で取ったりますわやったー、いやもう一生の運、これからも俺の人生全部不幸であってもいいから、これ取るよよし
け、い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 け、あ、いいじゃない、いいんじゃない、ドキドキだね、両側のポンプ、待って、これ取ったらすごくない、あー、惜しい、クマが鳴いてる、確かにでかいクマだ、怖いよ、帰ろうぜ。まあでも結構勝ってる可能性ありますよね。うんうん、まあでも見てほら袋がちょっと8ケースになってる。いや確かにね。もう買い出し1回分ぐらいの。確かに。すごい。だけどじゃあケントチームは5000使い切りました。はい。イエーイ。はい、ラスト来ました。キノピオ。これねもう初め欲しいって言ってたやつね。大本命です。これを取って終わったらもう俺たちチーム最高にかっこいい。いやそうですよ、内容でも完全に、はい、いきますか、最後いきましょう、最後、 最後お願いします、はい、いいっすか俺言っても、最後やっぱ内藤さんに、やっぱスーパースターに、いやこれだったら本当にねスーパースターになるよ、スーパースター、見ててください皆さん、俺はスターになりたいんだあ、怖い必ず取る、はい、取る取る、イメージして取れるところ、すごい揺れてるイメージして取れる、はい、取れる取れる、取れます、必ず取ってここに入る、はい、入る、はい、行けました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 よ、内藤さん行けました行けました、え、待って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 、ということで帰ってきました。いかがでしたか皆さん。目が怖。まだあのキャラなんだ。いや演技演技演技いいよ。これはもうね圧勝ですよ。でもね容量的にはそっちの方を感じるけれども、はい、今からね一つ一つ商品を出してうん、うん、重さを測っていこうと思います。はい。でその合計値でどっちが勝ったか皆さん楽しみですよね。今日卒業するかな。では一品目お願いします。せーの、ダー。ああいいね、和と洋、和菓子です、洋菓子。ああいいですね。数字出るんだよ。やめてその、ちょっと測るの。じゃあ乗せますか。どんどん乗せていきましょう。はい。はい。一つ目。あ、はい出ました。はい。はい、じゃあまず、こちら131gです。はーい、131。はい、149g です。うわー、ちょっと微妙な。勝ってるよ。まあ、あげましょう。はい、じゃあ続いてお願いします。はーい、2つ目。じゃじゃーん。おー、すごい、合うね。おー、確かに。合うよ。カレー。じゃあ、測ってください。はい。よいしょ。おー。こっちチームは、はい、219g です。いいねー、やべ、はい、ちょっと待って、今でも続けて数字打ってもう1万の位とかになっちゃってたからオッケー、よしよし、いい感じ、はい、こっちは189、イエーイ、めっちゃいいバランス、まあまあまあ今んとこ競ってるよ、そっからですよ、はい、はい、じゃあ出してください、せーの、あー、こんな争いになってきますよね、はい、お、はい、こっちチームが386g、おお、重いね、いい、はい、こっちが293g、いやいやいや、勝ってる勝ってる、はい、こっから、こっからすごいですよ、うちのチームは覚悟してください、ほんとに皆さん覚悟してください、はい、はい、はい、せーの、はい、はい、はい、高さで勝負しようはい、こちらは473g です、イエーイ、こっちが402g です、よしよしよし、測定不能、497、オッケー、こっちが354です、よしよしよし、いやいやいや、来て来て、
559g668です。すごい。すげー、でっけー。すごい。はい、こっち660g です。イエーイ。こっちは、558g。 おー、重いな。ラストです。こっちはラストです。うわー、こちら。やばい、やばい、やばい、やばい。どうやって測るの？何を重みのせよ。いいですか、こっち、はい、こっちが713g。 おー、いいな。ね、意外だった。こっちが、940g。 うわー、重い、やばい。めっちゃいい勝負じゃない？待って、待って、今気づいた。しますか。はい、はい、では内藤チームの、はい、合計はおいくらでしょうか。発表します。はい、私たちのチームの重さは 3638g です。おお。続いてケントゥーチームの発表お願いします。ケントゥーチーム、はい、500。うわやばいね。ということは、はい、ということで、これはまあ皆さんやったー。やったー。みんなやった。みんなしてください。あ、いらないし。あの捨てちゃダメですよ。捨てないです。人参ちゃんと使ってる。人参ちゃんと使ってる。一人一本やった。いい勝負だった。素晴らしい。いやいいですね。あ、悔しい。よかったですね。なんかこういうのとか普通にゲーセンで取れるって思うんだよ。そうなのよ。面白い証拠があるからね。うん、これでしばらくは生活に困らないね。偏るな、栄養が。人参生活。人参キャロットがね。